ワインボトル、ワインボトル、ワイン瓶はワインを保管するための瓶で、普通はガラス製である。瓶内で発酵させるワインもあるが、大部分は発酵後に瓶詰めされる。様々なサイズがあり、それぞれには聖書に登場する王などにちなんだ名が付けられている。一般的なサイズは 750ml だが、これは比較的近年になってのことである。ワインボトルは通常コルクでをされるが、 スクリューキャップも一般的になっている。またその他にも風の方法がある。かつてワインボトルの形状はそこが広く安定感のあるものが主だった。現在のように背が高く底面積に対して細長い形状になったのは18世紀末の1790年代である。これはワインを船舶などで輸送する機会が増えたため、積載や 貯蔵の利便性を重視した結果であると言われている。その一方、ワインの主産地であるフランスのボルドーやブルゴーニュでは、貯蔵環境やワイン自体の性質の違いに由来する、それぞれのワインボトルが形作られていった。また、ワインの産地が一目でわかるようにと、あえて個性を残したボトルを採用している土地もある。ポルトガル、イタリア、スペイン、フランスとドイツなどのワイン生産者は、 地域の伝統に従い、ワインに適した瓶の形状を決めている。北米、南米、南アフリカ、オーストラリアといったニューワールドの生産者は、自身のワインに関連付けられる形状の瓶を選ぶ。例えば、カベルネソービニオンなどを主体としたワインには、ボルドータイプのボトルが、ピノノワール誕生のワインには、ブルゴーニュタイプの瓶が選ばれることがある。その他の生産者、 ヨーロッパ内外ともには、マーケティング目的でボトルを選ぶものもある。ペールアンセルムは、半分溶けたような瓶で、シャトーヌフイコールデュイコールパプを出荷している。ドイツのモーゼルランドには、飼い猫の形の瓶のリースリングがある。家庭生産のワインは、製品とは違いあらゆる形状の瓶を使用する。ただし、スパークリングワインについては、大きな圧力に耐えるため、 肉厚の瓶を使用する必要がある。パントは、キックアップとも呼ばれる、瓶の底のへこみである。その目的について一致した説明はない。以下によく使われる説明を挙げる。以下の表では、標準的な0.75リットルのボトルと、様々な瓶の比較を示す。ワインボトルの色は、ワインの種類や産地によって異なる。長期熟成に向き、 また光を吸収しやすい赤ワインでは、瓶詰め後の光による劣化を防ぐために、赤の補色である緑色のボトルを採用するのが通で、ある。しかし瓶詰め後すぐに飲まれる、ボジョレー・ヌーボーなどのワインでは、ガラスの再利用性、口実を重視して、無色のボトルが使われることもある。また同様に引用までの時間が短いロゼワインの場合には、その美しい色合いを示すために、 透明なボトルが好まれる。他に透明な瓶はギリシャ、カナダ、ニュージーランドを含めた多くの国で白ワインによく使われるようになっている。赤ワインはまだ緑が主流である。伝統的にワインボトルに使用されている色は以下の通り。ワインボトルの線には伝統的にコルク線が使われてきた。コルクは弾力性、防水性に富み、 液体を密封するには好都合な素材である。しかし近年ではコルク栓に代わってスクリューキャップのボトルを採用するメーカーが増えてきた。その理由の一つにはコルク特有の匂い、コルク臭がある。天然素材であるコルクは品質のばらつきが多く常に一定の割合で匂いの強いものが含まれる。これがワインに移ると香味を害しワインの価値を下げる一因となる。 コルクの品質にもよるが、その割合は2から5%に上ると言われている。またコルクに用いられた塩素系の殺菌剤や防腐剤が、心菌による代謝を受けて、メチル化し、2、4、6、トリクロロアニソール、とか2、4、6トライクロロアニソール、渦等のハロゲン化方向属化合物を生じて、異臭を放つ問題、ブショネ、ボーチョンネと呼ばれるもある。これは、 コルク製造時の問題であり、ワイン瓶詰め後の保管状況に由来するものではない。もう一つの理由は、瓶詰め後のワインを飲むまでの期間が短くなってきたという市場の思考の変化がある。良いコルク栓は、数十年にわたって品質を保つが、数年であれば、スクリューキャップも十分な機能を果たす。そのため、特にコルク栓を採用する理由がないというものである。評論家によっては、 スクリューキャップはさらに長期の保存に耐えるポテンシャルを持っていると主張する人もある。また、低価格帯のワインを中心にプラスチックなどの合成素材を使用した合成コルクが使用されることもある。合成コルクはコルク臭などの問題が起きないが、コルクを抜くときに天然コルクよりも抜きにくいことがある。コルク栓のワインボトルの大半は瓶の口をシール、英語では キャプセルやホイルで覆われている。シールは歴史的に鉛で作られ、ネズミや虫からコルクを守る目的で使われた。有毒な鉛が瓶の縁に残ったり、注いだワインに混入するという研究を受け、鉛のシールは徐々に廃れており、1990年代にはシールの多くが鈴、熱収縮プラスティック、ポリエチレン、ポリエンカビニル、アルミニウム等で作られるようになった。 風浪が使われることもある。最近の線ではシールそのものが不要になってきてもいる。アメリカ合衆国では FDA が1996年に国内外のワインでの鉛シール使用を禁止した。シールではないが、スペインのリオ派で作られるワインの中にはボトル全体に金網を貼ったものがある。これは19世紀にヨーロッパ全土でフィロキセラによる中外が深刻化した際に ワインのエチケット、ラベルを著名なものに貼り替える不正が横行したため、これを防ぐ目的でつけられたものである。ガラスはリサイクルしても色は残ってしまう。産地によって色の濃さに差があり、これらを溶有しても均一には混ざらず、まだらのガラスとなってしまうためリサイクルは困難である。イギリスでは大量のワインを輸入するのに対し生産はごくわずかなので、 大量の緑色のガラスが余り、毎年140万トンが埋め立てに送られている。ガラスは容器の材料としては比較的重く、ワインボトルは厚いガラスを使うため、ワインの全重量に対して瓶の重量が大きな割合を占める。これを受け、ワイン生産地からは大容量の容器で輸出し、瓶詰めは市場近くで行うべきだという提案が出された。これは輸送費や、 カーボンフットプリントを削減でき、消費地での緑色のガラスのリサイクルを促進する。安価なワインに限られるが、紙とホイルの中袋でできた大サイズの箱入りワインも売られている。ロシアではワインボトルを使ったユニークな啓発キャンペーンが実施されている。一人当たりのアルコール摂取量が年間18リットルに達し、依存症などのアルコール関連の問題が深刻な。 社会問題となっている同国ではその対策に力が入れられている。モスクワにオフィスを構えるクリエイティブエージェンシーの Y&R ・ R、ルシアはロシア国民にお酒の怖さを改めて認識してもらう狙いで同内容を伝えるユニークなデザインのワインボトル製作し、ドントリージ・ザ・ボトムワインボトルも人生も底をつかないでと題したキャンペーンを打ち出した。 このボトルにはアルコールに関するいコマ漫画が描かれており、ワインが減るにつれ、ストーリーが展開するというユーモアさが溢れたデザインとなっている。同社は、強烈さに満ちたメッセージを込めた以下のボトルを合計1000個制作しており、ロシア大手のアルコール流通業者、シンドワインに販売の協力を依頼。また、モスクワの人気ワインショップやワインバーなどにもこのボトルを置き、 人々にアルコール問題について考えるきっかけを与えることに成功している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。